の話が真実でしたら犯人であるのはほぼほぼ間違いないと思いますね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が話しますことはあくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジー、おとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は世田谷一家殺害事件についてでございます。実は以前から世田谷一家殺害事件についてはバンバンリクエストをいただいておりました。しかし最近になってこの事件がアホのスピチューバーとか霊能者系の格好の餌食になっているという話がマカロンやインスタグラム質問コーナーに届くようになって、これはいかんと動画にしようと思いました。世田谷一家殺害事件は遺族の方もおられますし、ボケスピチューバーの動画に利用されるのは許せません。ああいうやつって結局一度たりとも事件を解決したことないんですよ。偶然知っていたり当たったりすることはありますよ。それがクロワゼットや高知県での事例です。そういうのはまさしくジーン・ニクソン効果であり、たまたまでございます。ガチで霊媒師、霊能者が事件の犯人を見つけた、行方不明者を見つけたことはたったの一件もありません。ごちゃごちゃ言うんだったらインチキの動画を YouTube にアップしなくても良いので、たった良い地を見つけて懸賞金をもらった方が早いと思いますよ。人のためにもなりますし、お金にもなりますから、 YouTube の広告費よりよっぽど稼げるんじゃないですかね。とにかくいつものようにまずマカロンを読ませていただきます。2000年12月30日、世田谷一家事件。事件から21年、未だに解決していません。先生、ネット上では憶測が書き込まれています。犯人はもう誰か大体分かってきてるのでしょうか。ご無理な要望ですが、先生の考察よろしくお願いいたします。次、世界仰天ニュースで世田谷一家殺害事件をやっていました。まだ犯人が捕まっていません。やはり半島の方が犯人なんでしょうか。先生がいつもおっしゃるように、詐欺している占い師とか霊能力者は何をしているんでしょうね。次、世田谷一家殺人事件は解決すると思いますが、考察をお願いします。次、私は世田谷一家殺害事件の三木夫おじさん側の割と近しい親族です。進学した際の保証人になっていただいたり、あの家に何度もお邪魔していました。お葬式の時は他のお葬式の方がじろじろと見る注目の中、淡々と4人分の遺骨を拾いました。学生の私にとって初めての子供の遺骨でしたので、こんなにも小さく細いものなのだと感じたことを今も鮮明に覚えています。何かの理由で犯人を逃しているのだとしたら許せません。次、ケンケン先生は世田谷一家殺人事件をどのように見ていますか。日本では滅多にない家族全員殺した異常で、さらには未解決の珍しい犯罪だと思います。ぜひお聞きしたいです。はい、そして最後の一通は冒頭で話しました霊媒師系のマカロンです。霊媒師、除霊師、陰陽師がこぞって未解決事件に絡むのは注目を浴びたいから、再生数が伸びて収入になるからに他なりませんね。お得意の霊師でもっと早犯人見つけるよ。私は世田谷一家殺害事件の遺族なので、本当にこいつら許せません。はい、6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。事件を現実に基づいた情報などで考察する分には構いませんが、被害者の方々が高齢したとかふざけたことをやっている YouTuber は許せません。天誅を下さないとダメですね。ともかく事件の概要から見ていきましょう。それでは本日の項目です。項目1、世田谷一家殺害事件とは。項目2、実は証拠だらけの事件。項目3、物証だらけゆえの油断。項目4、異常すぎる犯人の行動。項目5、犯人は女性への恨みがあった。項目6、犯人は日本人ではない、の6項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、世田谷一家殺害事件とはです。世田谷一家殺害事件は2000年12月30日深夜に東京都世田谷区上祖師谷3丁目で発生しました殺人事件です。警視庁によります、事件の正式名称は上祖師谷3丁目一家4人強盗殺人事件になります。一家4人が自宅で何者かによって殺害されたものの、未だに犯人の特定や逮捕には至らず、未解決事件となっています。上祖師谷3丁目に住んでおりました宮沢みきおさん一家のみきおさん、当時44歳、奥様当時41歳、長女当時8歳、長男当時6歳の4人が惨殺されました。隣の家に住んでおりました母親の実母が31日の午前10時40分過ぎに発見し、事件が発覚しました。犯人の指紋、血痕など個人を特定可能なものや靴の跡などの物証、子供までめった刺しにする残忍な犯行、さらに殺害後に長時間に現場に留まっていることから、未だに犯人が逮捕されていない異例の未解決事件といえます。それでは次の項目です。占いバスターズ。項目2、実は証拠だらけの事件です。世田谷一家殺害事件における証拠は1、遺留品、2、指紋、3、DNA の3点になります。
一つずつ確認していきましょう。まずは一つ目の遺留品です。現場では犯人が着ていましたトレーナーやジャンパー、帽子やヒップバッグなど多くの遺留品が発見されています。ラグランシャツと呼ばれますトレーナーは捜査本部の調べによって14都道府県41店舗で130枚が販売されていたことが判明しており、そのうち購入者が分かったのは12枚です。ジャンパーは全国で8万2000着、クラッシャーハットは1465個が販売され、ヒップバッグは2850個が製造されていました。数が多すぎたため購入者から犯人の特定は困難でした。ヒップバッグとトレーナーにはローダミンと呼ばれます粉末状の蛍光染料が付着しており、宮沢さんの車庫内にありました棚の引き出しの底にも同じ蛍光染料が残されていましたが、犯人が事件当日車庫に入った形跡はありません。よって捜査本部は宮沢さん宅を以前訪れたことがある人物が犯人の可能性もあるという推論を立てました。その後も遺留品の捜査は継続されており、2021年1月には事件前日に現場から北に約5キロ離れました JR 吉祥寺駅近くのスーパーで凶器と同じ型の柳刃包丁を買った人物が明らかになっています。防犯カメラ映像から購入者を特定しましたが、犯行時間帯のアリバイが確認され、事件とは無関係だったことが分かりました。次に2点目の指紋です。室内はかなり物色されていまして、引き出しや壁などからも犯人の指紋が見つかっております。とりわけ両手親指の指紋がくっきり残っていました。中心から同心円を描く渦巻き状の過剰紋と呼ばれるタイプです。指紋の模様が豚の鼻に似ていることから、捜査員は豚っ鼻という呼称をつけました。指紋は各々違っているため、証拠の王様と呼ばれており、犯罪捜査では欠かせないものです。指紋は唯一無二の形状しているという意味の万人不動と、亡くなるまで変わることがない、終生不変の特性を持っています。当時の捜査幹部は、一人でも多くの指紋を取って照合するよう、捜査員に指示を出しています。普段は事件捜査に当たりません。警備部の機動隊員も助っ人として呼ばれ、周辺住民らに指紋の提供をお願いするローラー作戦でおびただしい人数の指紋を集めることに成功しました。とはいえ指紋採取に偏りすぎた捜査に欠点がなかったとも言えません。捜査本部は宮沢さんの交友関係の調査のため、自宅に残されていました名刺の人物を全て詳細に調べ上げました。報告書には指紋一致せずとだけしか書かれていないものばかりでした。どうして宮沢さんと会ったのか、いつ名刺を交換したのかなど、捜査の基本といっても過言ではない聞き込みが不足しており、有力な情報を得ることができませんでした。事件後数年が経過するとともに、近隣住民の中には引っ越しをする人も現れ、一家をよく知る人物に話を聞くこと自体が難しくなっていったのです。また指紋の採取を担当していました警部補が自分や家族の指紋をつけて捜査報告書を偽造するという信じがたい不祥事も発生しています。その警部補は住民の不在などで協力が得られないことがあり、放置すると全体の捜査が遅れると思ったと釈明したものの、2006年に虚偽有印公文書作成同行使容疑で書類送検され、停職3ヶ月の懲戒処分を受けた後依願退職しています。これまでに照合しました指紋は東京都の人口の 3.5 倍にあたる約5000万件、韓国など海外でも協力を求めましたが、一致するものは未だ発見されていません。3点目は DNA です。犯人は宮沢さんたちを襲った際に負傷したと見られており、室内から犯人の血痕が見つかっています。血痕から DNA 型が採取され有力な物証になりました。捜査本部は2005年8月専門の大学に犯人の血液を持ち込み、 DNA 型から犯人の特定を試みました。こちらの大学には DNA 型鑑定の権威とされる研究者が在籍、研究者は個人を特定しない形で登録している専用のデータベースを用いて世界中から集めた約1万人分の DNA 型と照合しました。2006年4月に犯人のルーツは父系が日本や中国、韓国を含む東アジア、母系は日本人ではなくアドリア海周辺の南欧系民族の可能性が高いという結果が出ました。2010年頃には現場に残されました血液から犯人がこれまでにどういった病気の罹患歴があるかなどを探ろうと捜査員が静岡県の研究機関を来訪しています。遺伝に詳しい学者がプライバシー保護の観点から個人の特定ではないことを条件に引き受けましたものの、血液から遺伝的にかかりやすい病気を解明するには至りませんでした。捜査本部は警視庁の容疑者データベースなど約130万件の DNA 型と照合し、海外にも照会しましたが、結局一致するものは発見されていません。それでは次の項目です。項目3、物証だらけゆえの油断です。現場には犯人の A 型の血液や指紋、脱ぎ捨てられましたジャンパーやマフラーなど多くの遺留品が残されていました。現代の犯罪捜査を支えますDNA 型も数年後に血痕から特定され、多くの物証が逆に油断を生んだと指摘されています。
当事件が今なお未解決になっていますのは初動捜査に誤りがあったからとしか言えません。不運も重なっています。事件当時、捜査機関や報道機関が暮れの休みに入っていただけでなく、警視庁捜査一課は英国人女性ルーシー・ブラックマンさん失踪事件に大半の人数を割かれていました。またもう一つの事件には次の控えチームが出動しました。世田谷一家殺害事件の捜査を担当しました人たちはまだ経験の浅い人たちばかりでした。もし捜査に熟練のベテラン刑事が入っていれば、早めに犯人を検挙できていた可能性が考えられます。犯人は宮沢さん一家を襲撃した際に右手を負傷しています。実は事件発覚の6時間以上経過後、栃木県日光市で犯人と似た人物が右手の治療をしているという目撃情報が寄せられていました。右手を怪我した男が東武日光線17時26分快速電車に乗る姿が目撃されています。右手の骨が見えるほど深い怪我で、彼は駅の事務室で治療を受けています。なお怪我の原因と男の氏名は不明です。男は黒のダウンジャケットとジーンズ姿でした。捜査本部の捜査員が血を流した状態で犯人が電車に乗るわけがないという先入観を持っていたため、この男の調査が大幅に遅れることになりました。極めて重要な目撃情報が寄せられていたにもかかわらず、捜査関係者が東武日光駅に向かい目撃されました男について詳しく話を聞いたのは事件発生からなんと10ヶ月後でした。それでは次の項目です。項目4、異常すぎる犯人の行動です。目的を達成しました犯人は逮捕を避けるため犯行現場からいち早く立ち去りたいものです。しかし世田谷の事件の特異なところは、犯人が被害者の宮沢さん宅に犯行後10時間以上居座り続けたところです。ここからは犯人が取った異常な行動について確認していきましょう。人を殺めた後、緊張している人間ならすぐに何かを食べる気にはなりません。しかし犯人は犯行後宮沢さんの家にありました食べ物を貪ったことが分かっています。冷蔵庫のアイスクリームを5個完食、ポションという高級アイスがよほど美味しかったのか、深夜に4個食べ、仮眠を取った後、翌朝にもう1個食べたと言われています。食べ方も特殊で、スプーンを使うことなくカップを片手で握りつぶして食べています。犯行時に右手を怪我しているところから両手をうまく使えずに、そのような食べ方になったという見立てもあります。アイスのみでは満足できなかったのか、さらには高級デザートのメロンを食べ、麦茶で喉を潤し、ガムを噛んだ後までありました。汚い話で恐縮ですが、食後はトイレへ行き代をして流していないことも確認されています。犯人は宮沢家の大黒柱であった三木夫さんのパソコンを勝手に立ち上げてインターネットにも接続しています。深夜の午前1時18分に劇団四季のホームページを閲覧しています。さらに三木夫さんのパソコンで劇団四季の舞台チケット予約を試みますが失敗しています。殺害時に返り血を浴びてしまい、血まみれの状態で気持ち悪かったのか、自身が着ていたトレーナーを脱ぎ捨て三木夫さんの服に着替えています。そして2階の今に置かれましたソファーで朝まで就寝、翌朝の午前10時5分にインターネットへ再び接続しています。一家を惨殺しました人間とは思えないほど落ち着いています。犯人は三木夫さんのキャッシュカードの暗証番号を知ろうとしたのか、部屋の引き出しを片っ端から開けています。運転免許証、預金通帳、キャッシュカードなど生年月日がわかるものを物色し、暗証番号の手がかりになる情報を得ようとしていました。風呂場へ移動し、浴槽の中へ書類や空の財布一式を乱暴に投げ入れますと、大量の遺留品を残したまま犯人は逃走しました。三木夫さんの妻である安子さんは学習塾の経営をされていましたが、塾の授業料の売上金15万円から20万円が抜き取られていたものの、預金通帳、キャッシュカード、現金6万円が入れられました。封筒、貴金属類は盗まれていませんでした。それでは次の項目です。項目5、犯人は女性への恨みがあったです。むごい殺され方をしました宮沢さん一家ですが、殺害方法に犯人の歪んだ精神が現れているという説があります。とりわけひどい殺され方をしましたのが妻安子さんと長女のニーナさんでした。1階にいました三木夫さんを包丁で殺害しました犯人は、同じ包丁を使い安子さん、ニーナさんを中2階で殺害しています。口にするのもはばかられます殺し方ですが、お二人のご遺体には無数の刺し傷が見られました。めった刺しとしか言い表せないような殺害方法です。お母さんの安子さんの腕には娘のニーナさんをかばったような傷があったといいます。お二人が襲われた現場の中2階は一夜にして血の海と化していました。警視庁の捜査幹部は幼い女児と女性を執拗に襲った犯人の猟奇性がうかがえると語っています。なお長男のレイ君だけは刃物を用いず殺されていました。背後から布団に顔を押し付けられ窒息させられたと見られています。フリージャーナリストで作家の市橋文也さんは、次長世田谷一家殺人事件15年目の新真実の中で
レイ君が同世代の子供と比べて言葉の発達に遅れがあったといった旨を書いておられます。犯人も同じように発達に遅れがあった人間のためレイ君に感情移入し、むごい殺し方ができなかったのではないかと推論を立てておられました。続いて市橋さんの仮説をもとに犯人像へ迫ります。それでは最後の項目です。項目6、犯人は日本人ではないです。捜査の初期段階で犯人は日本人に違いないという先入観があり、そのバイアスが事件を未解決にしていると指摘する人物が存在します。前項目で紹介しました世田谷一家殺人事件、15年目の新真実を書かれました市橋さんもその一人です。闇社会の取材を得意とし、これまで独自のルートから多くの未解決事件を取材してこられました。彼の見立ては外国人犯人説というものです。市橋さんは韓国マフィア元ボスの情報提供などから独自取材を進めた結果、実行犯として韓国ソウル市に住む元韓国人軍人のリー氏加盟主犯指南役として、都内在住の元宗教団体幹部金田秀道氏加盟を発見し徹底マークしています。ちなみにこの宗教団体名はあえて出しませんが、安倍晋三元首相が狙撃されました事件で話題となったあの団体です。リー氏と金田氏の2人を取材していきますと、次のような事件の筋書きが浮かび上がりました。金田氏は事業失敗で多額の資金を必要としていました。彼が宮沢さん宅に隣接します都立祖師ヶ谷公園の拡張に伴う移転保証金など1億数千万円を狙って犯行を計画したというものです。カルト宗教やマルチなどもそうですが、相手の悩みを見つけますと徹底してそこへアプローチをするのが彼らのやり方です。一見順風満帆に映っております宮沢家ですが、長男のレイ君の発達が遅いというのが悩みでした。これを知りました金田氏がレイ君の発育支援の件で力になりたいと宮沢一家に近づいていきました。前述しました韓国人のリー氏はあまり知能が高くないと言われており、周囲からバカ扱いされ続けたことで強烈な劣等感を持っており、大勢の人間に見下されていたリー氏に唯一手を差し伸べたのが金田氏でした。もっともこれは相手を懐柔するグルーミングという洗脳手段に過ぎません。金田氏は自分の利害を考えた際、利は使い勝手のいい駒になると考え、グルーミングによって自分の命令なら何でも聞き入れる従順な人間に洗脳していきます。リー氏は金田氏をおっちゃんと呼んでおり、おっちゃんは命の恩人、おっちゃんのためなら何でもすると鼻息荒く語っていました。宮沢一家を亡き者にせよという命を受けましたリー氏に、4人を殺害させ現金や預金通帳、一家と自分のつながりが分かる書類や年賀状などを奪わせたというのが市橋さんの推測です。宮沢家の周辺では移転する家屋を格安で買い取り、転売を繰り返し東京都に高く売りつけて荒稼ぎしようとします不動産ブローカーや暴力団地上げ業者がいたことが確認されています。彼らは宮沢家に狙いを定めますと、ゆっくりじっくり一家を調べ上げ陥落させようと動きました。事件の前には宮沢家の近くによく不審な車が止まっていたことも報告されています。暴力団系地上げ業者は宮沢家に土地を売ってもらえませんかと持ちかけたものの、断られ交渉は失敗しています。そしてこの暴力団地上げ業者は宗教団体の不動産取引を通じて知り合いました金田氏と手を結びます。事件をさらに複雑にしてしまうのが、金田氏やブローカーや地上げ業者の背後に隠れオーナーとして投資顧問会社元代表がいたことでした。市橋さんの執拗な追及を受けました金田氏は、世田谷事件は私がやらせたことじゃない、本当の黒幕は投資顧問会社元代表だとついに自白しています。市橋さんは2003年にリー氏の指紋をこっそり取って、つながりのある警察関係者を使い世田谷事件の遺留指紋と照合を試みました。その結果指紋はほぼ一致するという結論が出たのです。もちろん公式な調査ではなく、市橋さんによる独自調査である点は頭に入れておくべきでしょう。しかし指紋の専門家が赤の他人同士の指紋が偶然一致する確率は640億分の1と断言していることを考慮しますと、犯人がリー氏だった説は信憑性が高いと言わざるを得ません。また犯人が着ておりましたジャンパーのポケットから採取されました土砂流がリー氏の出身地である韓国キョンギ道スウォン市周辺のものと一致しております。ヒップバッグから検出されましたガラスビーズを使用している印刷所にリー氏が出入りしており、その際に付着しました可能性が高いなどを鑑みた場合、ますますリー氏が犯人なのではと感じてしまいます。宮沢さん一家を殺害した後、犯人が翌朝まで居座ったのを不可解と思われる方が多いはずです。これはリー氏の人間性を考えますと合点がいくかもしれません。リー氏の知能はあまり高くなかったと前述しましたが、彼は臨機応変な対応や状況判断が苦手でした。そのため大人が取ると思えない行動をしばしば取る特性を持っていました。しかし金田氏の命を受けてアメリカのネバダ州の施設で密かに特殊部隊の軍事訓練を受けており、人を殺める技術を習得していました。
つまり躊躇なく人の命を奪うスキルがあるものの、頭の回転が悪く状況判断力が著しく低いため、一家殺害後に宮沢さんのパソコンを使ってのんきに劇団四季のサイトからチケットを予約しようとするなど、アンビバレントな印象を与える行動を取ったのかもしれません。類似の事案を調査した経験のない警察は戸惑いを隠せず右往左往しました。言葉の遅れのあるレイ君の命を奪う際に刃物を使わず窒息させるという手段を選んだのも、自身のハンディキャップでたくさん苦労をしてきたリー氏が自分とレイ君を重ねた可能性があります。そしてリー氏の行方ですが、すでに亡くなっているかもと語る関係者が多いことから、もし彼が犯人であった場合でも逮捕される可能性は未来永劫ないでしょう。はい、どうだったでしょうか。今回いろいろ調べて動画を作成しましたが、指紋の照合の話が真実でしたら犯人であるのはほぼほぼ間違いないと思いますね。ということで、今日はずっとリクエストが多かった世田谷一家殺害事件について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。